はい、おはようございます。どんチャンネルです。3月6日の朝。昨日見えてたニュースでさ、これちょっと行きたいんやけど、82歳男、駐車スペース入れようと車で女性跳ねる。2年前に免許自主返納、ペダル踏み間違えか、福岡県と。まあ今ちょっとね、スポットが当たってるニュースなんで、まあ、世間の関心も高いニュースっていうことだと思います。運転免許証を自主返納したに82歳の男が福岡市の寺の敷地内で女性を車ではねて死亡させる事故があり、警察は男を過失運転致傷の現行犯で逮捕しました。逮捕されたのは、福岡市東区のパート従業員、尾花典弘容疑者ですかね。ちょっと読みがよくわかりません。過去82です。警察によりますと、尾花被告は5日午前9時40分ごろ、福岡市博多区祇園町にある寺の敷地内で、軽乗用車を運転中、福岡市早良区の無職の女性、81をはねた疑いです。女性は腹部などを強く打ち、およそ1時間20分後に死亡が確認されました。尾花容疑者は車を駐車スペースに入れようと前後に動かしている最中に女性をはねたとみられ、調べに対し前をよく確認しないまま車を発進させてしまったと話しているということです。尾花容疑者は2年前に運転免許証を自主返納していて、現場までは妻が車を運転してきたということです。公道ではないため無免許運転には当たらないということで、目撃者の話などから警察は尾花容疑者がアクセルとブレーキを踏み間違えた疑いもあるとみて、当時の状況をさらに詳しく調べています。まあ80歳でね、もう免許、車の運転はいいかなと思ってね、運転免許を返納している、まあね、事故を起こしちゃいけないっていう意識が高かったであろうという人がさ、お寺の敷地内で車を駐車スペースに入れようと思って動かしているさなか、付近にいたおばあちゃんをね、はねてしまったと。で、はねた方が82歳、はねられた方が81歳でね、まあ老々事故、お寺の敷地内での老々事故、はねた方は免許返納済み。まあお寺まではね、奥さんが運転してやってきてたっていうことでね、まあちょっと不幸な事故やなーっていうふうにね、思いますよね。まあだからある意味こういろんな偶然が重なったということでしょ。奥さんが運転してきてたんだから、別に駐車スペースに入れるのにね、免許返納した人が運転する必要もなかったわけでね、奥さんが普通に駐車スペースに入れていればなんてことなかったんじゃないって。近くにね、81歳のおばあちゃんがいなければこんな事故も起こらなかったんじゃないって。昨日天気良かったからね、まあなんかお墓参り行っとこうとかいうことに、ね、なったのかもしれないしね。まあ祇園町っていうのは僕が住んでる福岡市にある一つの区画なんだけど、改めてねストリートビューで見てみるとね、確かにね、お墓がいっぱいあってね、ああ、ここには人いっぱい来るわなーって思いましたね。で、まあ僕がいつも映画を見に行ってるキャナルシティという商業施設があるんだけど、それのすぐ横にあるモスバーガーって祇園町にあるんやなと思ったよね。ああ、祇園町って結構広い範囲なんやなっていうのをね、改めて思った次第です。あと、映画で言えばさ、僕たち、まあ、今年還暦を迎える僕たちが子供時代に見たオーメン、あれ中学生ぐらいだったかな。悪魔がさ、自分の正体に感づいた人とか、なんか、邪魔になりそうな人をさ、事故に見せかけて次々と殺していくっていう映画があったんですよね。そんな都合よくそんな事故が起こるかなというような事故がね、演出されていて、まあ、あの映画をね、思い出すような事故だなと思いました。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。